はい、皆さんこんにちは。榊敦でございます。自分の名前で噛んでるわ、ほんまに。もう今1時40分を過ぎましたね。まったりとした、ビール系飲料4缶いただきましてですね、ふわっとしてますけどね。はい、昨日はですね、仲のいい、飲み仲間と飲みに行ってですね、ふわっと3軒も行きましたよ。3軒も、結構酔いましたね。で、今日はだから若干二日酔い気味で始まりましたけど、今またですね、酔っ払ってる。あのね、先週かな、1週間断酒をしました。一切アルコールを断ったんですよ。月曜日から月曜日まで、今週月曜日までですね、アルコールを断ちまして、あのね、禁断症状が出てこないいや、でものすごい飲みたいという気持ちにもならないですね。ちょっと飲みたいなーという気は、あ、でもビール飲めると残念やなーと言いながらですね、ゼロアルコールのビールを飲んだんです。あれ結構いいですね。いや、今回初めて気づきました。あ、ゼロアルコールのビールも結構いいやんと。喉越しはね、そんなに変わらないんですよね。こうグッと飲んだ後にですね、あ、ちょっとちゃうなっていう感じになるんですけど、大量にまだ残ってましてですね、まあ順次消化をしてますけども、断酒をしまして1週間まるっきりお酒を断ったというのは、もうどうでしょう、30年ぶりぐらいではないですかね。取ってこなかったですね。いや、やめようと思ったらやめられるやんという感じですね、お酒はまあちょっと味気ないですけどね、の時間がやっぱりね、1日のね、稼働時間がね、1時間か2時間伸びるんですよ、お酒を断つと。そうしますとやっぱり仕事ができるわけですね。私、貧乏症ですから、こう時間ができるとですね、原稿が出るんですよ。まあ、原稿はいろんな依頼があったりとか、ブログを書いたりとか、まあですね、もう原稿を書くという仕事は常にあるもんですから書いてますね。よう仕事できてという気がしますけど、いい経験っていい経験ですね、断酒1週間、はい。で、まあまあ、あの右膝のね、この、細胞が壊死をしているんちゃうかというお医者さんが言い張りまして、実際のところなんかわからんのですよ、今でもね、わからん。だから壊死してるんであればお酒やめた方がいいわけです。でもそうではないという意見もできですね、まあええやんという飲んでるわけですよね。飲むとまた元に戻りますね。余計なこと言うてんと、本題いきましょう、本題あ、その前に日経平均、今日は下がっておりまして、今日は上がってるんか、上がってますね。128円上がって3万812円。いや、そうですね、あれがですね、ドル円がですね、円安になってまして 139.61 と、もう140間近でございます。で、香港が下がってるんですよ。香港は派手に下がってますね。395.2.07% 下がってます。18,720、これはちょっとやばい感じですね。昨日のニューヨークダウンもね、まあ、255とちょっと下がりましたから、ちょっとだけね。で、ドルウォンはですね、うにゃうにゃしてますね。1324。ちょっと無理を最近しすぎたような気がします、ドルウォンは。だからこの辺でうにゃうにゃしたらまたドーンと下がるんちゃうかなと思いますね。本題は村上春樹。めったにやらないですね。スペイン文学賞に村上春樹さん、幅広い世代へ影響ということで、これはですね、昨日ちゃうんかな、記事本文に、はい、昨日22時19分夜ですね、酔っ払って家帰って見つけた記事でございまして、スペイン文学賞に村上春樹さん、幅広い世代へ影響、パリ時事。スペインのアストリアス皇太子財団は24日、今年のアストリウス皇太子賞文学部門を作家の村上春樹さんに授与すると発表した。村上さんについて、幅広い世代に大きな影響を与えた現代文学における主要な長距離ランナーの一人だと称えている。授賞式は例年10月にスペイン北部オピエドで行われる。財団の審査員は、村上文学のユニークさや普遍的な射程、野心的で革新的な語りにより、日本の伝統と西洋文化の遺産を融和させる手腕を高く評価、
その上で村上さんが孤独や存在の不確かさ、テロ、大都市での人間性喪失といった重要なテーマに挑んだと指摘した。これだけの記事でございます。毎年ですね、10月がノーベル賞のシーズンでして、某出版社はですね、この時期になるとですね、ですね、村上作品のですね、増刷のですね、こうスイッチをこう、まあ、もう持ちながらこう回ってるらしいですね。ノーベル賞受賞となるとバチッと押して増刷ってダーッとですね、何十万も吸って、ですね、書店に積み上げようとしてるわけですけど、なかなかそのスイッチが入らないで、そのですね、話を何回か聞いておられますけど、ああそうですかと。村上春樹さん自体はですね、確か団塊の世代だったと思うんですけど、つまりその影響をもろに受けてるのは僕の世代なんですよ。私が60もうすぐ1ですね、村上春樹さん73歳だと思うんですけども、やっぱりね、すごい影響を受けたもろな世代ですね、私が。で、私のね、5歳ぐらい下の飲み仲間がいまして、その人がですね、なんていうか村上春樹の大ファンでしたね。最近ちょっと変わってきましたけど、早稲田大学に行かれたんですけど、その、まあ、いろんな大学に受かったけども俺は早稲田に行ったんやっていうわけですね。で、なんでって聞いたらですね、いや村上春樹と同じ空気を吸いたかったと。っていう私は思いました。5歳ぐらい年下ですね。今だから50代半ばではないでしょうか。いろいろ私に悪知恵を授けてくれる人なんですけど、ね、私自身がね、悪知恵をいっぱい出す人間なんですけど、その悪知恵を出す私に対して悪知恵を授けてくれるという、まあまあ企画系の人間なんですけど、広告屋時代の仲間でしてですね、いろいろ私に悪知恵を授けてくれた人ですけども、その方がですね、村上春樹大ファンでして、まあ、私もね、そこそこ読んでます。全部は読んでません。最近のなんたらの壁の道とかは読んでませんし、なんとかの、も読んでませんね。でも大体8割方読んでます。で、影響を受けたかと言われると受けましたね。村上春樹のね、本を読んでる時にはですね、頭の中がもう村上ワールドになってしまうんですね。で、私こう文章を書いて生きてる人間でしょ、まあ曲がりなりにも文筆業なんですけども、村上作品を読んでる時はね、私すぐ人の文章文体を真似られるんですよ。もう村上春樹みたいな文章を書けるんですよ、読んでる時は。いや、それくらい影響力のある作家として一番パワフルではないですかね。かといってね、私はファンではないんですね、実は。若い時はファンだったかもしれませんけどね、ハマりますけどね、もう最近はだれましたね。騎士団長殺しを読んだあたりでもうすっかり冷めてしまいまして、もうええわという感じで、いつも同じパターンやんと。まあキムタクがね、全然話違いますけど、キムタクがどこに行ってもキムタクやというのと同じなんですね。村上春樹はどんな作品を書いてもいつも村上春樹やんっていう感じがします。だからやっぱり人間、一人の人間のカラーっていうのはやっぱそう、どんだけ大きな人間でもやっぱりそうある、限界があるんやろなという気がして。で、彼がノーベル文学賞を取るって言われて、全然もう十何年取れないでしょ。もう取れへんのちゃうんかなと。日本ので、三島由紀夫がね、かつて文学賞を取るって言われてまして、取れませんでしたけどね。あれと同じようなもんで、取りそうで取れないのが村上春樹ではないかなと。で、私はっきり言って飽きた人間だね、村上春樹に。飽きた人間からするとね、別にええやんあいつはと言う気はしますね。で、やっぱりちょっと彼もですね、政治性が多少ありますね。ちょっと左っぽい感じ、まあそれはそれは別にいいんですけど、ちょっと偏ってるかなっていう気もしますし、まあそれはノーベル文学賞には関係ないと思うんですけど、なんて言いますかね、若い時は神格化して見てるわけですよ、みんな。でも、もう見えてきてしまうとね、ああそうっていう、ああ村上さんね、そうこういう作家やったんやんというふうに見えてしまうとちょっと冷めますね。
ね、だから今私は冷めた目で村上春樹を見ています。で彼は多分ノーベル賞を取れないんちゃうかなと。つまりね、好きな人間はむちゃくちゃ好きなんですよ、村上春樹は。でも私のように距離を置いてしまったらもうそれはつまらないというか、まあちょっと横島に見えてしまうんですね、彼の作品が、いろんな面で。だから横島に見えてしまう人たちにとっては、こういったノーベル賞にふさわしくないと思えてしまうのかもしれないし、多分ノーベル賞の審査員も私と同じような見解を持っている人が多いんではないかなと思います。ただ日本を代表する世界性がある作家ということに関しては何の意義もさせては挟みませんね。その私の飲み仲間のですね、悪知恵を授けてくれる人も今はどうなんでしょうね、うん、でもああいう村上フリークみたいな人は世の中にいっぱいいましたし、私の、ね、世代、前後10年間ではないでしょうね、10年先輩と10年後輩までは村上春樹ワールドにハマってるんではないかな、ハマったあるいはハマってるっていうんではないかなという気はしています。一応この G.com のアドレス貼っておきますね。はい、皆さんどうもありがとうございました。